それではここでメールを1通お読みします。トゥーパップさん、昨日メールありがとうございました。ペヤングニュースをいただいております。焼き餃子は少しょうで食べるあーちゃんに朗報です。嬉しい、覚えてくれてたんですね。そう、私焼き餃子お醤油つけないんですよ。酢と胡椒で食べるのが大好きなんです。ペヤング焼きそば酢胡椒が期間限定で販売されています。え、餃子の皮も焼きそばの麺も原材料は小麦粉です。焼きそばですが、まるで焼き餃子を酢胡椒で食べてる感覚になります。ビールがスムクになるのは間違いありません、というねメールいただきました。すごい、さすがですね、ペヤングさん、いろんな商品を出してくる。今回はペヤング焼きそば酢胡椒で期間限定で販売されてるそうです。ぜひ皆さん食べてみてください。メールありがとうございました。